ニュースをお伝えします。朝鮮労働党創立71周年と打倒帝国主義同盟結成90周年に際して、偉大な金正恩総書記の普及の著作、朝鮮労働党は栄えある党道の伝統を継承した土型の革命的党であるが、ロシアのナウトカフォルマト出版社から出版されました。朝鮮労働党創立71周年に際して、ルーマニア勤労者協会のホームページロームニアムンチトアレに、偉大な金正恩総書記の革命活動の略歴が載りました。朝鮮労働党創立71周年に際して7日、アジア・アフリカ・ラテンアメリカ人民連帯機構で、太陽のように明るく微笑む偉大な金正恩主席の写真に花籠を捧げる催しが行われました。アジア・アフリカ・ラテンアメリカ人民連帯機構書記長、機構の人とキューバ駐在朝鮮特命全権大使、大使館員が集いました。一度、太陽のように明るく微笑む偉大な金正恩主席の写真に花籠を捧げ、敬意を表しました。偉大な金正恩同志の朝鮮労働党総書記推挙19周年と、朝鮮労働党創立71周年、打倒帝国主義同盟結成90周年に際して、ロシアとインド、赤道ギニア、アンゴラ駐在朝鮮代表部で友好の集い、図書写真展、座談会、映画会が催されました。会場に太陽のように明るく微笑む偉大な金正恩主席と金正恩総書記の写真と、共にいる主席と総書記の写真が掲げられていました。催しに各界名士と朝鮮人民との友好及び連帯団体、土思想研究会の人が招かれ、朝鮮代表部の人たちが参加しました。一度、太陽のように明るく微笑む偉大な金正恩主席と金正恩総書記の写真と、共にいる主席と総書記の写真に喧嘩し、敬意を表しました。また、ラオス人民革命党対外関係委員会と、ラオス朝鮮友好協会、中国駐在ベネズエラ大使館と、中国の各機関から、朝鮮代表部に花籠が贈られました。南朝鮮人民が朝鮮労働党を熱く称えています。漢字の言論人、韓則チョルさんをはじめ、各階層の人と、インターネットメディアの統一ニュースは、金日成主席は1926年10月17日、土型の初の前衛組織である略称、党道と呼ばれる打倒帝国主義同盟を結成した。党道の結成は、朝鮮革命の新たな出発を告げる歴史的な宣言で、従前の党と区別される新しいタイプの党、土型の革命的党創立の出発点となったと述べました。雑誌マルは、金正日総書記は、朝鮮労働党は栄えある党道の伝統を継承した土型の革命的党であるをはじめ、普及の著作を発表して、不滅の土思想が党の唯一の指導思想になっていることについて明らかにしたと書きました。また、各階層の団体のホームページに、世界は北の人民が金正恩委員長の導きのもと、土の革命意義を完成の輝かしい勝利を収めると確信しているなどと題した文が載りました。5日から7日までの間に、南アフリカのターバンで行われた世界労連第17回大会で、朝鮮の自主的統一を支持する連帯の決議が採択されました。決議は、朝鮮の統一は民族共同の意思と要求に即して、朝鮮民族自らの力で達成されるべきだ。世界労連は、全世界の進歩的労組団体、国際機構と連帯連合して、アメリカが朝鮮的政策を撤回し、停戦協定を平和協定に切り替え、南朝鮮から侵略軍隊と核兵器をはじめ、すべての戦争装備を撤退させるよう圧力を加えるためのいろいろな抗議行動を連続的に多発的に繰り広げていく。世界労連は、南朝鮮当局がアメリカに追従して同じ民族に反対する無分別な政治軍事的挑発と戦争演習を全面中止することを強く求める。民族自主、
民族大団結の旗のもと、朝鮮半島の平和と安全を保障し、連邦制方式で国を統一しようとする朝鮮の労働者と勤労者の戦いに連帯を表すると述べています。新自由主義に反対する戦いに関する第11回国際討論会が、ブラジルマルクス・レーニン主義共産党の主催でリオデジャネイロで行われました。討論会にブラジルの国会と諸政党団体の代表が出席し、共和国と各国の代表が招かれました。討論会で採択された宣言は、アメリカの侵略の脅威に立ち向かう朝鮮の軍隊と人民の不屈の戦いに変わりのない支持と連帯を表し、朝鮮のハムギョン北道北部の被害復旧を物心両面から支援することについて述べています。朝鮮民主主義人民共和国外務省スポークスマンが声明を発表しました。声明は次の通りです。朝鮮民主主義人民共和国外務省スポークスマンの声明。共和国の最高尊厳を中傷するアメリカの敵対的な言動が度合いを超えて自己矛盾に至っている。12日、アメリカ国務省東アジア太平洋問題担当次官補のラッセルは、無謀にも共和国の最高尊厳を中傷し、共和国が核攻撃遂行の能力を持つ時点で終焉を告げるという妄言を吐いた。これは共和国に対する最高の挑戦であり、共和国への宣戦布告を実行に移す敵対行為だ。ところが、ラッセルの極悪非道な悪態は完全に裏腹の説だ。現実はその正反対だ。アメリカが共和国に襲いかかるその時点にホワイトハウスから消えるだろう。ラッセルの悪態は、間もなく任期が切れるオバマ政権の対朝鮮政策が完全な失敗と落胤を押され、共和国を最強の核保有国にならしめて、アメリカ本土の安全を根底から揺さぶるようにした責任から逃れようとの断末魔の動きに過ぎない。この20年間、対朝鮮政策に関与してきたというものが、これほど朝鮮について無知であることから、そんな者らに国家の安全を任せたアメリカの国民が至極哀れだ。アメリカは自分の望むものは何でも構えられるとの古代マーソーに浮かされて、世界を見る目が暗くなった挙句、共和国が思うままに牛耳れる柔な相手でないことを未だに見極められずにいる。ラッセルの悪態は一匹のネズミの鳴き声のようだが、それはすなわちそのバックにいるオバマの悲鳴だ。オバマのあがきにびくともしない我々だが、最高首脳部を守るのを第一の使命としている高度化した核武力をはじめ、我が革命武力はどんな場合にも絶対標的を逃さないだろう。アメリカは無謀にも我々の最高尊厳を悪辣に中傷した代償を必ず払うことになり、オバマはホワイトハウスを去る前にその代償がどんなにひどいかを痛感するだろう。土屋105年、2016年10月15日、平壌。15日、朝鮮中央通信社が、朝鮮民主女性同盟中央委員会スポークスマンにインタビューしました。南朝鮮で、幼児虐待行為が頻繁に起きていることを受けてのもので、スポークスマンは、先日、傀儡国会が発表した資料によれば、この5年間、南朝鮮で、12歳未満の子ども197人が殺害されたのをはじめ、幼児虐待件数が合計4万999件に達し、昨年は1万1715件を記録した。これは2011年に6058件だった幼児虐待行為が、朴槿恵政権発足以来倍近く増加したこととなる。看過できないのは、子供たちが冬に幼児を裸のまま外へ追い出したり、口にナプキンをかませて部屋に閉じ込め、果ては建物の3階から放り出すなど、犯罪行為をためらうことなく働いていることだ。南朝鮮で起きている世にもかとない野蛮な幼児虐待行為は、腐敗しきった南朝鮮の社会制度が生んだ必然の帰結だ。さらに、我が子への愛情というものを全く知らない朴槿恵は権力を握った後、責任保育システム、無料保育拡大などを唱えたが、幼児虐待がさらにひどくなって、取り返しのつかない状態になったのが南朝鮮の現状だ。
にもかかわらず、朴槿恵政権は南朝鮮の惨めな人権実態を覆い隠し、同じ民族を中傷するため、何がしろ人権がどうのこうのと騒いでいる。拭うことのできない罪を犯したまま、祖国を裏切って逃げた人間のクズたちを立てて、何がしろ人権について悪態をつく朴槿恵はまさに、同じ民族との対決に躍起になった精神病者、哀れな人間のクズだ。親と社会の愛情と保護の中にあるべき子供たちが暴行に苛まれ、惨めに死んでいく人権不能の地、生き地獄の南朝鮮で幼児虐待を防ぐためには、悪の大元締めである朴槿恵反民族政権を根こそぎにしなければならないと述べました。相場井豊副会長率いる日朝友好京都ネット代表団は15日、空路平壌入りしました。南朝鮮傀儡抗戦勢力が共和国を不意に先制攻撃するための特殊戦武力を大幅に強化しています。12日の傀儡陸軍は特殊戦司令部の公表によりますと、この抗戦集団は共和国側地域に密かに忍び入る特殊作戦航空部隊と戦略的な特殊任務を遂行する特殊作戦部隊の編成を推進しています。そのためにヘリ、衛星通信装備、特殊作戦用機関銃などの装備が配備されるといいます。南朝鮮傀儡当局の労働悪政に反対して10日、釜山の新港と浦港をはじめ各地で全滅等に突入した1万4000人の貨物連隊の労組員も、ファッション警察は刑事機動隊をはじめ数千人の防圧武力を出動させて過酷に弾圧しました。12日、全国民主労働組合総連盟、公共運輸労組、貨物連隊、民主社会のための弁護士の会、そして野党の人たちは、国会で記者会見を開き、当局の暴圧を強く糾弾しました。また11日、南朝鮮の4月16日連隊、公共運輸労組運輸産業協議会などの団体はソウルで、鉄道労働者と貨物労働者のゼネストを支持する記者会見を持ちました。以上でこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当は菅総理でした。こちらは朝鮮の声放送です。朝鮮の声放送へようこそ。朝鮮の声放送へようこそ。秋の気配がだんだん濃くなっていくこの頃の近年ですが、皆さんの気候ではいかがですか？さて、今週も多くのリスナーの方々からお手紙が届きましたが、その一部をご紹介しましょう。大阪府の山森健二さんは、9月1日付の受信報告が添えられたお手紙に、こう書きになりました。1日ですので、急いで会社から帰り、受信レポートを作成しております。この時間が一番楽しいです。涼しくなりました。先日の放送で、今年の豆知識コンクールの私の回答も届いていたことが分かり、安心しました。また、朝鮮の声を聞く新しいリスナーも増え、とても喜ばしいことです。そして、復帰した昔のリスナーも、再び聞き始めているようですね。世界一人気のある短波放送局でしょう。朝鮮の未来は明るいです。朝鮮の声放送に深い関心を向けておられる山森健二さんのお褒めの言葉に、スタッフの皆が大いに励まされましたね。はい。この頃、30年、40年前の幼い時から放送を聞いておられたリスナーの方々が放送に復帰したことや、ニューフェイスが増えていたことは、スタッフにとっても大変喜ばしいことです。朝鮮の声放送のリスナーの中には、30年、40年、さらには50年、60年もの間、放送を聞き続けながら、友好を深めておられるリスナーの方々も多くおられます。神奈川県の川瀬和久さん、もその一人です。川瀬さんは9月7日付のお手紙にこう書きになりました。
私が初めて帰局を聞いてデリカードをもらったのが1976年10月10日、40年も前です。長い間聞いているのだと改めて思いました。今日の放送でも朝鮮音楽が流れました。とてもいい曲ばかりですね。朝鮮の声放送のリスナーの方々は大半が川瀬さんのように長い間放送を聞き続け、人生の道連れとみなしています。その人誰もがスタッフの皆にとっては大事な友人です。山森健二さんはお手紙に豆知識コンクールの回答が届いたという放送を聞き安心できたとお書きになりましたが、今週も鹿児島県の中原翔太さんと神奈川県の川瀬和久さんから回答が届き、大阪府の山崎忍さんからは補充する回答が届きました。豆知識コンクールが締め切られる日が近づくにつれ、コンクールへの熱意も上がることがお手紙を通じてよく伝わりました。この機会を借りて放送を熱心にお聞きになり友好を深めておられるリスナーの方々に深い謝意を表します。福岡県の船越陽子さんと船越杏さんから、9月1日から3日まで、1日から9日までの地震報告が届きましたが、除村の秋の味覚など秋に関わることを伝えてほしいとの旨も添えられていました。はい、秋は収穫の季節です。一年中丹精込めて育ててきた穀物を借り入れる田野やリンゴや梨など果物が実る果樹園、新学期の始まり、一層盛んになるスポーツ競技、科学技術の成果を競う秋の見本市、レストランでの伝統料理のコンクールなど、諸村の秋は活気にあふれる忙しい季節です。全くですね。深い関心を持って毎日放送を聞きになれば、秋の風情あふれる諸村の姿がよくお分かりになるでしょう。広島県の西村俊哉さん、西村俊哉さんは9月4日付の受信報告で受信状態を知らせてくださいました。そして長崎県の古川明さん、古川明さんは9月7日付の受信報告を、浦上忠さん、浦上忠さんは9月9日付の受信報告を送ってくださいました。放送を聞き続け、放送のためになるご意見、ご要望、受信報告などを送ってくださってどうもありがとうございます。ありがとうございます。では今日はこの辺で、リスナーの皆さん、次のこの時間にまたお会いしましょう。永遠まで逃亡の歌。諸村初の超革命組織である打倒帝国主義同盟の歴史的意味と不抜の生命力を高らかに歌い上げた歌、高く掲げよ堂々の旗が力強く響き渡ります。帝国主義同盟の諸村語のイニシャルです。打倒帝国主義同盟は15年、1926年10月17日、偉大なキム・イルソン主席によって結成されました。当時日程の植民地支配に反対する戦いを始めた主席は、革命の新たな道を切り開くための前衛組織を結成する構想を練りました。新しい世代の青年たちの中で打倒帝国主義同盟を結成した主席、主席
一が結成した革命組織及び闘争パワーがあって、朝鮮革命は前途を示す尊い指針と戦闘的旗印を持ちました。同道の結成は朝鮮革命の新たな出発を告げる歴史的な宣言でした。結成により朝鮮の民族解放運動は民主制の原則に基づいて進む新たな時代を迎えることになりました。人民皆が団結して自主的に運命改革の道を開いていくための戦いの進路を示した打倒帝国主義同盟の結成、それは新しいタイプの労働者階級の党である朝鮮労働党創立の起点となりました。社会科学院のキム・イルソン主席の革命活動歴史研究所の研究室主任チャン・ウィールさんは話します。トリガー내세운자성의원칙은그단건설과활동의원칙으로되었으며暴動が打ち出した自主性の原則は党の建設と活動の原則となり、暴動が育て始めた新しい世代の青年たちは党創立の根幹となりました。これは朝鮮労働党のルーツが他ならぬ暴動であることを語るものです。このように朝鮮革命は金日成主席の正しい導きのもと、党の歴史的ルーツである打倒帝国主義同盟の旗を高く掲げて、自主と戦後社会主義の道に沿って力強く前進してきました。今朝鮮人民は死ぬようなことがあってもこの旗を手放さず、社会主義運用の完全な勝利のためあくまで戦う決意に燃えています。朝鮮人民は闘争の旗を高く掲げて、闘争の歌を高らかに歌い、自主、尊厳、社会主義の一路に勝利と栄光のみを刻むことでしょう。永遠なる闘争の歌、歌に交えてお話ししました。